はい、ということで今回の競馬大学はですね、ちょっといつもと趣向を変えるっていうのともまた違うんですけれども、ちょっとしたお祝いバージョンということでお送りしたいと思います。と言いますのもですね、覚えていらっしゃいますか？先日、当競馬大学はですね、チャンネル登録が10万人を突破いたしました。皆様のおかげをもちまして突破することができました。YouTube で10万人突破ということであれば、当然あれですよ。あれです、銀の盾でございます。その銀の盾がですね、届きました。やっと届きました。はい、こちらでございますね。ちょっとプライバシー保護の観点からちょっと住所系は隠しますが、はい、こうやって届いております。YouTube と書いてありますね。はい、届いてるんですよ。もう私知らなかったんですけれども、国際郵便で来るんですね、これ。海外から、外国から来るということで、もう全部英語で書いてあります。はい、びっくりしました。なんかもうすごく国際的な、まるでアカデミー賞とかグラミー賞もらったようなですね、そんな気分に今 浸っております。ではですね、早速、この箱から銀の盾を取り出して見ようと思います。はい。ですね、なんかこのセロハンテープでですね、こうぐるっと回してあって、まあ、この辺はなんかね、運送業者さんと同じような感じの、まあ、意外と権威がないと言いますか、普通の梱包やってるなという感じでございますが、この中が多分結構厳重になってるんでしょうね。今、蓋を外して、これで剥がれるのかな？なんかこう、面白い組み方の箱ですけど、あ、ここにちょっと、なんか、ここから剥がして、ここを剥がせば開くかなと思ったんだけど、そんな簡単なもんじゃない。じゃあ、ここを切っちゃいましょう。よいしょ。これがね、簡単に切れないような分厚さなんですよ。これだけでなんか10分ぐらいいっちゃったらどうしようっていう。はい。開きそうな感じになってまいりました。はい。よし。はい。これでいけんじゃないの？あ。なんか、マトリョーシカ状態で、箱の中にまた、ちょっとした、そうですか、こういうものが入っておりますが、でもまあ、このクッションを、このね、クッションを剥がせば、これはもう間違いなくもうダンと出てきます。では、開けてみましょうか。このクッションをですね、取ってみます。あ、なんかまた まあちょっとこういったものがありますね。こういったものがありますけど、はい。YouTube の方から何かメッセージが来てますね。ちょっと読んでみましょうか。ですね、初めてのチャンネル登録者を覚えていますか？100人目のチャンネル登録者は、1000人目のチャンネル登録者はどうでしょうか？おそらく覚えているでしょう。覚えてません。そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。全部読んでるとすごく長くなっちゃうんで、間端折りますけれども、送ってきていただいたのは YouTube CEO でございます。スーザン・ウォジスキさんとおっしゃる方の、メッセージ、このようにいただきました。はい。というところで、いよいよご本尊のご開帳ということでございます。銀の盾でビニールから出します。はい。じゃじゃーん、こちらでございます。皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで銀の盾このようにいただきました。水上学の、競馬大学とちゃんと番組名も刻印されております。今日もちろんね、狩野くんもここ参加してもらってるんですけど、狩野くん、おかげさまで取りましたよ。やりましたね、ついに。はい。なんか昔のレコード大賞とかで、ほら、マッチとか聖子ちゃんが取って、取ったよーって、ね、お母さん取ったよってやってるの、あれ思い出しますけれども。いやー、ね、これが銀の盾ですわ。ねえ、これあれですか、チョコボールの銀のエンゼルよりも絶対価値ありますよね。間違いないです。抽間選違いじゃないないんですで、これ。ね。はい、実は力い。なんで。はい。実力なんで。はい。ここに、フォーパッシング、1000サブスクライバーズというふうに書いてありますけれども。ね。いただきました。はい。ありがとうございます。開封の儀、このようになっております。いやー、本当にね、これね、もう10万にとどまらず、これからね、12万、13万、14万、15万と増やしていきたいなと思ってますので、ぜひ、皆様、もうこれ見てる方は皆さん多分登録してくださってると思うんで、もし皆様のね、お知り合いで競馬ファンの方で、まだ知らない、見てない、登録してないという方は、ぜひお誘い合わせの上、なんかネズミ講みたいになってますけれどもですね、1人の方が4人に増やせば、そしてまたその方が4人に増やせばみたいな、そんな感じでございますけれども、どんどん登録者数増えていくと思いますので、ぜひご協力、そして応援よろしくお願いいたします。はい。狩野くん、
かメッセージが届いてますいろいろ。はい、たくさん届いてますよ、祝福メッセージが。あ、そうですか。ちょっと読みますね。はい。はい。カズヤさんという方から。はい。昨年度はめっちゃ儲けさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。おすすめ平場レース予想も機会があればよろしくお願いしますと。あ、そうですか。結構あのマニアックなユーザーの方かもしれないですね。なるほどね、もうマニアックな方は、まあ、ぜひね、あの私あの実は個人でも、予想配信しておりますので、そちらの方ブログ等々でアクセスしていただければチェックしていただくことができると思うんで、よろしければということで、はい、自分の商売の宣伝をしております。はい、他には、はい、続きましてですね、銀鏡さんと読むんですかね、はい、水上先生おめでとうございます。20万人5質問返しコーナーとても勉強になります。先生の講義はとても分かりやすく記憶に残ります。はい、お忙しいと思いますが定期的な質問返しコーナーの開催を切望します。これからも赤い糸を超える穴馬の水晶を楽しみにしておりますということですね。そうですね、そろそろ何かまた一発打たないとね、皆さんに忘れられるとか飽きられてしまうと思うんで、ちょっと頑張りたいと思いますけれども、今のメッセージ素晴らしいですね。もうあの採用試験だったら私一発で採用します。素晴らしい社会人としてのあの丁寧な、ね、文言いただきましてもう恐縮しております。ぜひ、あなたのために頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、他には何か来てますか。はい、ですね、ゴンタさんという方ですね。はい、水上先生おめでとうございます。はい、18年前に先生の著書で決闘の面白さを教えていただき、競馬をさらに好きになり今に至ります。うわ、先生にはこれからも決闘の奥深さを語り継いでいっていただきたいと思いますということで、だいぶ前から水上さんのファンの方ですね。18年前ですか。はい、うわ、それはそれはもうでも超古参と言いますか、もう本当にオリジナルと言っていいぐらいの頃からのファンの方、本当にありがとうございます。ね、こういった方々に支えられて、なんとかやってやらせていただいておりますけれどもですね、そうですね、決闘、まあ確かにね、本当に決闘が競馬の、まあ、魅力で象徴するものなのかなというふうに個人的に思って、まあ、ずっとそれをメインに頑張ってきてますけれども、まあ、やっぱり日々ね、日々というか年々種馬も入れ替わりますし、競馬の、ね、スタイル自体も変わってるんで、そういった意味でいくとその主流血統の、ね、トレンドといったものも移り変わっていく、そこを、ね、追っかけていくのも面白さかなと。まあ、単純にこう昔からのこうなんていうか流れとか連冠みたいなものも当然価値あるんですけれども、どうやってアップデートしていくかっていう、ね、その今に対応していくその努力というか面白みっていうのも血統予想の一つだと思いますので、そういった部分でもう皆さんになんか気づきを、ね、多くお届けできれば幸いだと思います。ぜひこの今後もですね、私の予想チェックしていただければ嬉しく思います。ありがとうございます。はい、他に何かありますか。ちなみに今の方アイコンがつば九郎なんで、あのヤクルトファンの方ヤクルトはいいですよ。もう、はい、今年はね、あのセリーグは5球団で今争われてますので、はい、あのヤクルトも十分可能性あるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、鈴本和樹さんという方ですかね。はい、お疲れ様です。素晴らしいことです。去年の予想神がかってましたもんね。めちゃめちゃ当たってました。うまく乗れなかったけど競馬予想 TV でいろんな人とやり合うのも悪くはないですが、はい、このスタイルが水上さんらしいのかもですね。これからも密かに応援させてもらいますということです。はい、ありがとうございます。まあ、こういったなんですが、あの競馬予想 TV はね、あの当然討論とか議論っていうのが、まあ、メインに押し出す番組なんで、まあ、わざと仏頂ずらしたりわざと声を荒げたりとかですね、そういうことをしておりますが、本当の私はですね、この競馬大学に見られる温厚なおじさんでございますので、ぜひ、こちらの方の姿を本当だと思って、今後も応援していただければと思います。まあ、あとね、密かに応援、もう密かじゃなくて大っぴらに応援してください。はい、あの皆さんに恥ずかしくないように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ大っぴらに応援していただければと思います。はい、じゃあ、あと1個ぐらいいきましょうか。あったらやっぱりですね、あの水上さんの表情がいいというコメントが結構多くてですね、ランスさんという方、はい、この方も野球好きですよね。広島のランスですもんね、アイコンが。あ、もしかしてね、この方私のツイッターのフォロワーさんだと思います。あ、本当ですか。はい、おめでとうございます。先生の嬉しそうなお顔がいいですね。私は全く当たらず単位を落としているので留年ですということで残念ながら留年なようです。あ、そうですか。いや、もう人生ね、若いうちはいくら遠回りしたっていいと思いますしね。
その留年したからこそ見られる景色といいますか、得られる経験というのもあると思うんで、ぜひ競馬と学業とですね、両立させて今後も頑張っていってください。はい、応援はもう本当にありがとうございますということですけれども、もうね、もうたくさん届いてると思うんですけれども、もうキリがないんで、まあこの辺にしたいと思いますが、もう鹿野くんでも本当にここまで来るのはあっという間っちゃあっという間の感じが個人的にはするんですけど、どうですか？そうですね、はい、あのでも去年の秋の水上さんのあの大当たりが一番大きかったと思いますよ。ああそうですかね。まあそれも確かにあのまあ一因かもしれないんですけど、まあやはりね、こうゲストの方に協力していただいて、まあコンスタントにいろんなね、なんていうか、まあそういったそのゲストの方のファンの方にも見ていただくことができるようになったし、あと情報量っていう意味でも、もう私一人では限界があるんで、まあそのゲストの、ね、方の持っている情報 の, その価値、そういったものも当然このチャンネル登録者数には反映していると思うんで、まあもうそういった意味でいくと、だん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 ね、顔を重ねていくうちに、まあスタイルがこう定まって、そして応援している方も増えていったというのは実感として確かにありますよね。あとあれですね、鹿野君、思い出すのはあの当初といいますか、まあ、あのやっていたあの短期間の集中講座ありますよね、はい、あれあの馬券の買い方とか、はい、あれでちょっとびっくりしたのはアクセス数があの10万を超えたりしたことがあのあたりから出てきたかなというところもあって、でやっぱりね、皆さんがどういうようなことを求めているのかなというのがなんとなくあのあたりから分かってきたかなと思いますけれどもね。あれなんかちょっとね、一気に10万超えて15万だ20万だっていうアクセス数いただいた回もあったんで、ちょっとびっくりしましたよね。そうですね、やっぱ皆さん馬券の買い方で悩んでる、まあ、僕も含めて、はい、うん、多いのかなと思いました、うん、ですからまあ今後はね、ちょっとまあ折に触れということになっちゃいますけれども、そういった要素も少し、取り入れながら、また競馬大学ね、いろんな企画を考えて、続行していきたいと思いますので、ぜひ皆さん本当によろしくお願いいたします。もう先ほどもね申しましたけれども、目指せとりあえず15万登録ということでいきたいと思いますので、ぜひ応援していただければと思います。ということでね、今日も本当にこの銀の盾をいただくことができたというこの喜びを皆さんと分かち合いつつ、開封の儀をさせていただきました。今回はここまでとなります。毎週の私の重賞予想の方はですね、競馬ラボの血統トレジャーハンティング、こちらでチェックすることができます。金曜日と土曜日の夜に、更新しておりますので、ぜひそちらをご覧になってください。概要欄にリンクを貼ってあります。どなた様も無料でアクセスすることができますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。